僕の場合はちょっとやっぱチームとしてうまくいかないとき、それこそ東京オリンピックとかもそうですけど、メキシコ戦なんか特に最後うまくいかなかったりとか、スペイン戦もうまくいかないときがありましたけど、そういうチームとしてうまくいかないときの方が僕が燃えることが多いので、何クソっていう気持ちが出たときに、僕の中でうまく説明できないんですけど、それこそ炎みたいなものが燃え上がってくることは特にありますね。やっぱりそれこそファンだったりサポーターだったり、あとはサッカーを初めて見る人だったり、みんなどこで見てるか分かんないので、どのタイミングで見られてるか分かんないっていう時に、たまたまその試合で僕が出せなかった100%のパフォーマンスが僕のレベルだって思われる方もいると思うので、そうならないように毎試合毎試合で僕の100%を出せるようにっていうのは常に意識してますし、そのために大事なのはやっぱり試合が始まるまでに100%のコンディションに持ってくることだと思うので、例えば週中にも試合があった時に、週末にも試合があるっていう時は本当に抗体薬とかを多めに入れたりとか、サウナ入ったりとかしてコンディションを整えたりとか、逆に週1回しか試合ないときは筋力が落ちないように筋トレを入れたりとか、そういった風の、なんていうんですかね、日程に合わせて変えてるところがあります。新しいユニフォームってことで気持ちも新たに入れ替えて、このやっぱ青い炎ってあんまみんな知ってる人いるか分かんないですけど、赤いよりもね熱いっていうのがあると思うので、それがそういった意味もこもってるかどうか分からないですけど、そういう赤い炎よりもさらに熱い気持ちで臨めたらなと思ってます。僕がユニフォームを普段から着ることはないですね。サッカーのはないです。例えば僕の所属しているチームのユニフォーム以外着ることになるんで、そうだとそれはちょっと世間体的にもよろしくないかなってことで、サッカーのユニフォームは着ないですけど、それこそバスケットのユニフォームとかたまに着たりしますし、逆にバスケの選手がサッカーのユニフォームを着てるだったりとか、サッカー選手が野球のユニフォームを着るだったりとかっていうのはよく見るので、スポーツの垣根を越えたそういうところでの着用っていうのはよくチームメイトなんかも着てる人多いですね。結構街中で見かけますけどね、それこそユニフォームを着て、その下に多分違う色のパーカー合わせてフードみたいにしてみたいなとかよく見ますし、でもこっちはファッションっていうのもありますけど、そもそもユニフォームがちゃんと私服として成り立っちゃってるので、いっぱい本当にいろんな子供たちがユニフォーム着て街中でサッカーしてるけど、本当に下見たら普通のジーパン履いてるじゃんこの子みたいなのが多々あるので、日本もそういった、あんまり日本にないのでわからないですけど、高代表ユニフォームが一つのきっかけになればいいかなと思います。